はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は集中力を高めるための勉強法という話をしていきます。まあ、ちょっとね、心理学から離れるんですけれども、まあある意味心理学に精通しているとか、まあそんな感じかなと思いますね。はい、ということで、まあ普段から僕の動画の中で、まあ結構マルチタスクについて解説をしている動画があると思うんですけれども、勉強においてもマルチタスクって、まあ、NG なんですよね。例えば国語をやりながら数学をやるとか、リスニングをしながら歴史を覚えるみたいなね、そういうのはダメですよということなんですよ。ところがその科目を一緒にやるとかっていう以外にも、勉強中あるあるっていうところでこんなのがあると思うんですよね。スマホをついついいじっちゃうとか、音楽を聴きながら勉強するとか、友達と電話し始めたら止まらないとか、それから部屋の掃除が朝までかかった、これ僕経験あります。で、鏡に映る自分のボサボサ加減が気になって、眉毛だけでも整え始めたらと思ったら顔は完璧、科目はボロボロみたいなね、まあ、そんなあるあるってあると思うんですよね。皆さんも、あ、これ私経験あるわってあると思うんですよ。で、そういったマルチタスクの弊害っていうのは一体どんなものかっていうと、まあ、何度も紹介してるんですけど、人間の脳っていうのは一つのことしか処理できないものなんですね。だから勉強以外のことで気を取られることが起こると、その顔を整えるとか、部屋が汚いから綺麗にするとかっていう風に気を取られているしまうと、まあ、そちらに夢中になって勉強よりもそっちの方が大事みたいな状態になっちゃいますよっていうことなんですね。これがマルチタスクの弊害です。とはいえ、じゃあ勉強ができるような環境ばっかり整ってるのかっていうと、誘惑の多すぎる世の中なので、まあ、いくら勉強に集中したいって思ったとしても、その妨げになるもので溢れ返っているのが世の情けにゃーって感じなんですよね。だから集中力を乱されるような環境であったとしても、集中して学習できるようにするためには今日どうしたらいいのかっていうお話をしていきます。でね、優先順位の重要性っていうのが今回のキーワードになってきます。注意が削がれるような環境であったとしても、学習効率を下げずに済むっていう方法が見つかったんですよね。で、これにおいては実験を行って、まずは学生さん、まあ勉強ではまあ学生みたいなところがあると思うんですけれども、学生を集めて、で、単語をできるだけ覚えてっていう指示を実験者の方が出しました。で、参加者のグループ分けを行うんですね。まずは一つ目のグループっていうのは静かで邪魔の入らない環境。それから二つ目に、うるさい音楽の流れる環境。どんな音楽なんですかね。シュガーベイビーみたいなね。音楽というよりも僕がうるさいって感じですね。で、さらに追加要素として、単語をできるだけ覚えてって言ったんですけど、その単語の中でも重要度っていうのを1点から10点まで振ったんですよ。その中で高得点の単語っていうのを覚えているほど、ご褒美っていうのを与えたという追加要素があります。で、だから静かな場所かうるさい場所でレベルに分けられた単語を覚えていってどうなるかっていうところですね。で、その結果一体どうなったかっていうと、ババンっていうことで、全体的な成績っていうのは確かに静かな環境の方が高かったですね。やっぱり音楽がガーって入ることによって集中力が削がれるっていうことは少なかったと。ところが、重要度の高い単語を覚えてねっていう、その重要度の高い単語に関しては、両グループとも成績が高かったっていう結果が出たんですよ。だから、あらかじめ学習したい内容について、優先的に覚えた内容、優先的に覚えたい内容に関しては、あれ、なんか、仕様変わりましたかね？すごいやりづらかったよ。これを学ぶぞっていうことを決めてから学習に臨む方がいいんじゃねえかっていう結果だったっていうことなんですね。で、これなんでだろうなっていう考察をしていくと、まあ、結局人間っていろいろ集中力がそがれていろいろと気が散ってしまうっていうのはもう当たり前なんですよね。テーブルの上にスマホが置いてあるだけでスマホをちらちら見てしまったりとかっていうのは、こういうのも仕方ないっていうところなんですよ。そのことを承知しておいて優先順位を決めることっていうのが大事ですよと。あらかじめこういうことでおそらく自分は集中力切れちゃうだろうなっていうことを把握しておいて、その上でじゃあ何から勉強する、何を最終的に勉強していくかっていうことを決めましょうと。これだけはどんなことがあっても学習するっていうのを決めておくことが大事ですねっていうことなんですね。
例えば英単語100個覚えるとか、数学の問題集を2ページありきるとかね、まあ、読書だったら1章読み切るとか、そういうことを決めておくと、一冊読もうとするからしんどかったりするんですよ。途中でもうなんか疲れたからスマホもやろうかな、ゲームやろうかなみたいになっちゃうんですよね。でこれっていうのは勉強の他にも考えてみると、まあ、人混みの中でね、例えば自分の彼氏彼女とか子供とか、それから絶世の美女を見分けられるっていうのはあると思うんですよ。どこに集中力を持っておくのかっていうのをあらかじめ決めておくことによって、邪魔が入ってもやりきることができるっていう、まあ、そんな状態をですね作ってみていただくのが非常にいいのではないかなと思います。だから限られた環境、限られた時間の中で限られたことをやりきろうと思うんだったら、これは絶対やるっていう風に自分で意思決定をして臨む、そういうやり方を取ってみていただけたらという風に思います。ということで本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。